にさ、ラジオを聞いて他のラジオにそう、なんか密告すんのやめろ。いいこと一個もないから。ほんまにな。ほんといいこと一個もないんだよ。まあ。だってほら、もうそれぞれのラジオで違い方言なんだからさ。ああ。ここはこのルールでやってんだからの。せやな。そうだよ、そんなゆいかおりの写真集でさ、小野くんが何してても勝手だろってことでしょ。おいおい、このラジオの中では何でもありってことか。ちょっと待ちなさいよ。普通にでも確かに、いや、普通にでもいただいて嬉しかったですし、すげえ可愛かったです。俺はなんかその悪いかなと思ってさ、ちゃんとは見てないからさ。ああ、自分があげるものをね。そうそう、あげるものだから、それをこうなんかしげしげと見てさ、全部見終わった後に、じゃあ小野くんあげるよっての失礼な話じゃない。だから、なるべくこう。中古だもんね。そうそうそう。古本だもん、それもね。それ完全に古本の手になってしまうので、さすがにそれは申し訳ないなと思って、ちゃんとは見てないんだけれども、帽子見た限りでは相当可愛いですからね。可愛いですよ。まさか写真集をもらうとは思わなかったわけですよ。そうかい？いや、買えないでしょ。買ったっていいんだぜ、別に。いや、恥ずかしいでしょ、そんなの。いや、恥ずかしくはないよ。恥ずかしいよ。同業者の。俺は買うけど。え？嘘？よっぽど好きでしょ？嘘でしょ？ちょっと柔らかいブリーチだよね。嘘でしょ？うん、今、知らない間に後ろに、後ろを取られてる時ですよね。そうそう。嘘でしょ、ズバーってさ。まだ3割の力だぜ、みたいな感じでしょ。何の話だ。ブリーチでしょ。ブリーチ並みの今衝撃があったわけですよ。挽回、挽回ですよ。うん。言ってみた。挽回しちゃった、ゆい香りの写真集です。してない、してない。してないじゃん。読むことでは挽回してないけど。なんだよ。なんなんだよ、さっきから。ここ何で終わりかよ、さっきから。抜刀して挽回しちゃった。なんだよ。何番隊の隊長だよ、俺はよ。知らねえけど。知らねえけど。うん、俺なんだったら出てっからな。あんたも出てっからな。劇場版出てますけど、ね。劇場版出てる。はい、あのね。いやいやいや。